気になるところがあるので、全部なくなったらいいなって顔をいつもこうやって隠すことが多い。今日は脂肪吸引とリフトアップしに来ました。あと夜のお仕事をしてて、いろんな講もやってたりとかしてるので、自分も少しずつ興味が出て磨きたいなと思ったので、自分も頑張らなきゃいけないなと思ったので、すごい楽しみだなと思います。うん、変わると思います。ダメ立ちなので、はい、皆さんからどこでやられたのとか聞かれる存在になりたいなと気になるところがあるので、全部なくなったらいいなと。顔をいつもこうやって隠すことが多いので、それをまあ、パッと笑って、キリしたところをいっぱい出せたらな。まずは、口コミの良さで、やっぱ初めてなのですごい緊張してて、はい、その口コミの良さで、っていうのが入りです、はい。それ以上やるのとか言われましたけど、はいはい、自分がやりたいなら、とにかく初めてなので、怖いです。はい、その分結果楽しみです。銀座の J ボーグってところで働いてます。はい、2ヶ月ちょっとですね、3ヶ月いかないくらい、もっと頑張りたいな、頑張りたいな、素晴らしいですね。目標は、はい、とりあえずキラキラしたいので、これからいろんな方が入ると思うので、あ、すごいあの人みたいな感じになったり、なるほど、私の方が上だなって思ってもらえるように、こんにちは、よろしくお願いします。今日のお悩みの歌詞を教えてもらってもいいですか？あの下の、この脂肪と左右の非対称が大きい、こっちの方がシュッとしてる感じがあって、違う、ここがボコッとする、ここが結構スッキリしてる見えるかもしれない、その分ここが張って見えるのかもしれないですね。ここら辺はなんか若干こっちの方が張って見えるのかなっていう感じがちょいしますね。口角下に出てくる線の上に乗ってくる脂肪ですよね。これずっとあるとだんだんブロックみたいになるじゃないですか。だからその前に取っとこうという感じになりますね、これってことですよね、これも取っといた方がいいので、あと横を感じた時もスッと出るようになってくるといいですよね、ここのところね。ここが痩せてるんで、ここが張って見えるかもしれない、ちょっとね、ちょっと四角く見えてるのかなと思うんで、ここをキュッと引き上げてあげて、ここのラインがちょっと滑らかになるように、そういう感じでね、なるようにやっていきましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。10代女性の患者様で、とってもね、目穴立ちがはっきりされて可愛い子なんですけど、顔の大きさと左右差っていうのをね、気にされてらっしゃって、ここら辺が張った感じがするんですけども、ここに溜まってお肉っていうのをちょっとキュッと持ち上げて、ここ輪郭滑らかにするとともに、ちょっとね、余分な脂肪を取ってスッキリさせたいなと思います。顎を引いた時にね、こういう感じになっちゃう子とても多いと思うんですけども、女性の場合ね、骨がちっちゃいので結構こうなりやすい方、特に小顔の方で多いんですけども、脂肪吸引するとね、良くなるんで、しっかりやっていこうと思います。始めていきますけど、緊張してますか？はい、ちょっと今ふわふわする麻酔で、少しだけ交換で麻酔強めていきますんでね、はい、よろしくお願いします。気になる部分をなくして自信持って歩きたいなと思って、ダメ大事なので、顔をいつもこうやって隠すことが多いので、キリしたところ出せたらと、とりあえずキラキラしたいので、はい、そうぐらいにね、スッキリした感じもすでにするんじゃないかなと思います。しました、今もちろん麻酔の息でちょっと膨れてるんで、その分ちょっと一回り大きくなってるんですけど、ここからよりちっちゃくなりますからね。終わって鏡見てどうですか？もう爆睡したっていう気持ちでいっぱいで、終わった感じ全然痛くないです、気づいたら終わってるみたいな、引きつってる感じはもちろんあるんですけど、それ以外特に上がってる感じします。そうめちゃくちゃ、この重さがないです、ここからさらにね、スッキリしますからね、
こう頬のところとかね、だいぶすでになんかすっきりした感じね。顎下がね、最後に一番すっきりしてくるので、はい、ちょっとね、それがタイムラグあるっていう感じですかね。お痛みとかあんまなかったですか、そしたら。全然、痛み止め飲んでないです。いや、飲んでない。OK。抜歯終了です。1日目手術後は、いつもより口が開かないかったりとかぐらいで、フェイスバンドをした状態で1日過ごして、お仕事を休みして、いつもと変わりなくお散歩したり、過ごせました。晴れは1週間経たないぐらい、6日とか5日目ぐらいで、元の大きさぐらいには戻ってくれてて、手術後とか3日ぐらいは、親知らず抜いちゃったり、みたいな腫れがあったりとか、黄色く出ちゃったりとかあったんですけど、1日ぐらいですかね。痛みは、手術後は全然なかったです。ちょっと触れると痛いかなっていうのはあるんですけど、特にそんな支障はないですね。本当にもうスッと寝ちゃったので、全く気づいたら終わってる状態で、痛みは全然なくって、痛いのを想像してたんですけど、全然何もなくてびっくりしました。特に痛みとかもなかったので、保冷剤とかなくて大丈夫だったんですけど、強いて感じたのはスプーンが欲しいなと思いました。ストローとかはなかなか吸えなくて、最初は。なので、スプーンで食べたりとかが良かったかなと思います。特に落ち込むことはなかったんですけど、フェイスバンドをしながらお散歩したりとか、逆にいつもにない感じで面白かったなと思います。手術後、1日だけお休みをして、その後は普通に出勤してました。今日は今ダラダラすごいしてるので、そういうのをもう自分で調節できるようになって、家に行ければいいなと思ってます。二重の今結構バランスが悪いので、それをはっきり綺麗にしたいなと思ってます。1ヶ月目と違ってしっかり安定した感じがしたんですけど、引き上がった感じがして違和感も何もなく完璧な状態になったなって思います。変わったことはむくみだったりとか、ある程度カバーしてくれるのでやってよかったなって思います。周りからもすごい痩せたね、すっきりしたねとか言っていただけるようになって、みんなどこでやったのって気になってくれたのがよかったなって思います。左右差が気になってたので、その左右差がなくなったっていうのが一つと、全体的に引き上がった感じがするので、若さじゃないですけど出たかなって思います。化粧の時間が変わったりとか、時間に余裕が持てるようになったり、そのお客様からの反応も良くって、スッキリしてる方がお客様からしても一緒にいたら嬉しいと思うので、その辺が良かったなって思います。3ヶ月前よりは仕事が順調にうまくいくようになったので、効果があったんじゃないかなと思います。仕込みが良かったのと、先生がはっきり言ってくれるのが良くて、結構親身に接してくれるので、そういうところがいいなって思って、最初はすごい怖かったんですけど、勇気出して気になることを先生に打ち明けて実際してみたら、すごい結果が良かったので、レベルアップにつながると思うので、気になったらすぐ行ってみた方がいいなと思います。その気持ちがすごい楽になりました。持てるようになりました。すごい変わりました。可愛くなったねとか、少しわがまま聞いてもらえるようになったりとか、ここら辺が結構変わって嬉しいことがたくさん増えました。やる前は綺麗な子がいっぱいいるし、私なんてっていう気持ちがたくさんあったんですけど、実際やってみてスッキリして、少しずつ自信が出てきたので頑張ろうっていう気持ちになりました。お酒が飲める年じゃないので、漠然と上がるっていうのは今のところないんですけど、明らかに3ヶ月前よりは上がってきてます。では3ヶ月経ちましたね。はい、とてもスッキリしましたね。顎下もね、やっぱ3ヶ月するとね、かなりスッキリしますね。
1ヶ月後と3ヶ月後でどうですか、違いってありますか？結構引き締まった感じがします。そうですよね、すっきりした感じがしますね。いいですね。周りの人に気づかれるとか、顔ちっちゃくなったねとかはめっちゃ言われるように。骨格がもともと小さいですけど、それがピタッといってる感じがね、しますね。前回はやっぱり緊張しました。めちゃくちゃ緊張しました。でも割とはっけなく終わったんじゃないですか？そうですね、気づいたら寝ちゃってて、終わってて、だいたいのもそこまでの感じでした、自分の中で。お仕事とかどれぐらいからやってたんですか？当日だけ休んで、次の日は正直ちょっと行ったりしてます。もうストイックですね。親知らず抜いちゃったみたいなぐらいだったんで。対して、じゃあ仕事にも支障も出ずに。全然なんともなかった。いつぐらいまでバンドぐらい？1週間ぐらいですね。やってるっていう感じですね。寝る時とか中心にっていう感じですかね。そうですね、ほんと仕事の時以外にバンドして髪の毛を下ろして帽子してたら、帽子あるといいですよね。だからあれね、大丈夫です、なんか違和感とかは1週間後とかなんかありました？ちょっと突っ張りかなとか、口が大きく全開に開かないなと思ったことあるんですけど、すぐ気にならなくなって、大笑いしたりとかしたら、全然なんともないです。なんか反響とかあります？やってからすごい太っちゃったんですけど、顔はあんまり変わらなくて、それを伝えたら、そんな違うのみたいな感じで言ってもらって、私もやりたいっていう人は結構出ました。どこでやったのとか。結構聞かれました。ダイエットとね、違うっていうのあんまり知られてない方多いから、脂肪吸引の場合はね、もう本当に細胞を取っちゃうんで、基本的にリバウンドっていうのはないので、それがやっぱいい点ですよね。どっかだけ脂肪吸引やるってなったら、やっぱ顔がね一番いいと思うので。やってよかったです。よかったです。ありがとうございます。はい